プリの方を見ていきます。まあ、お昼の概要欄のところに、まあ、なんて言えばいいんだ。動画、ラトサゲの方の実況動画を、まあ、月下は馬娘にして、それで、水木を手にらみに回して、金土日はプロセカの方に回そうと思います。まあ状況により前後することがあるかもしれないので、まあそこはご了承願います。じゃあ見ていきます。どうした？メガネ？そう、あちゃん、めちゃくちゃやってんだけど、未だにゲットできないビアフラヒで。ビアフラヒで来ればね、NVW 揃うのに。ね。なんかメガネが似合う、なんか。なんかメガネしてないビアフラヒでもちょっと見てみたいけど。うん、じゃあ結構丈夫なんだな。2階から落下して、それで傷すらないってこと自体すごいんですけど。明日？なさねばならないことって何ですか？一つ？何や？先行気味？あれ？特性なんだっけ？私ビアハヤヒで持ってないから全然わかんなくて。作戦まで熱心に まだ明日になってみいひんと分からへんからな、こういう結果って。不鉄銀河の髪のなびき方 うん。どういうこと言ったようだが。なんか走ってる時の動きかっこいいんだよね、なんか。思いきや、多分見に来てたんやろな。通りかかりか。このストーリーには VNW 全員揃うのかな。話？痩せすぎ？いや、そうは見えへんけどな。食事？まあ、食べてるんだったらええけどさ。意外にも好き嫌い多い。
まあトレーナーと来てたんやろな。その話がなんか気になるけど、スカウト知ったことでしょ。うわ、結構立候補者が出てるけど、どうなの本人は。連中ってトレーナーたちのことでしょうか。ちょっと喉の調子が悪いけど、いや黙られても逆にどないしたん。妹？姉？いや、兄弟おったん。可愛い兄弟ですね、本当に。うん。どうなんしたんってなるよね。怪物。異なる武器。まあ効率もそうだろうけど。そう、そう言ってくれてんねんから。いつかね。こう冷静に考えてるよね、確かに。手伝うって言うたや。このノートに記録してるってことで、結構ね、真面目ですね。うん。で、ここからペースアップします。数日後。スプラート記念。なんだろう、聞いたことない。
デビュー前の娘まで。はい、ちょっと時間もスマホ時間使う時間の終了時間もちょっと迫ってきてるので、はい、まあ今回はトレーナー君と私が、まあ予定通りですが、まあこれで以上にいたします。はい、明日は今日が火曜日か今日火曜日だね。はい、ということで明日はテニアミの方を見ていこうと思います。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。